ああ。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。加賀太鼓部です。これから、演奏させていただきますけども、演奏する前にまず少しですね、部員の紹介と、太鼓部の紹介をさせていただきます。まず、部員の紹介を行います。皆さん、から向かって左側から、機関科原口三曹です。飛行科長尾三曹です。専務科住崎二曹です。補給科衛生科荒木三曹です。政務課畑谷市長です。そして私、蓬莱課白石総長といいます。どうぞよろしくお願いします。前方エレベーター加工させます。加賀太鼓部なんですけども、先ほどからマイクで何回か、入ってますけども、本館加賀は、平成29年3月に就役しました。それと同時にですね、この加賀太鼓部も、総部の、運びに至りました。この加賀太鼓部については、本館加賀の名前にゆかりのある石川県、白山市というところでですね、浅野大子さんというふうな、お店から太鼓の太鼓を作っているところなんですけども、この今皆さんの目の前にある加賀太鼓、これが石川県の伝統工芸品になるんですけども、その太鼓を作っている、ところになります。この浅野大子さんに、ご協力、ご尽力していただいて、今日まで活動することができました。で、その浅野大子さんは、太鼓も叩くことをやられていて、その先生に、オリジナルの曲も作っていただきました。曲目なんですけども生き足、これを今から皆さんに皆さんの前で演奏させていただきます。この生き足というのは、船の勢い、進む力を言います。船で勢いのある人間の男のことを、あいつは勢いのある、生き足のある人間だというふうに言ったりもします。この生き足を今から皆さんの前で演奏させていただきますんで、訓練等も忙しい中でちょっと練習したんで、もしかしたらお聞き苦しい点もあるかもしれませんが、最後まで、お聞きいただければ幸いと思います。それでは、演奏させていただきます。加賀太鼓部で、序章、生き足、どうぞよろしくお願いします。上昇させます。
これで演奏を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。